米津玄師やRADWIMPS、2000年代に青春時代を過ごした数多くのミュージシャンが口を揃えてこう言う。バンプ・オブ・チキンの影響を受けました。結成から20年経った今も10代を引きつけるバンプ・オブ・チキン。今回は彼らのルーツに迫る。生い立ち。バンプ・オブ・チキンのメンバー4人が出会ったのは幼稚園時代。バンドを組んだのは中学生。音楽を始める前から4人は親友だった。日が暮れるまで夢中で石蹴りをして遊んでいるような幼馴染の仲間だった。1996年の結成から20年以上経った今も、ボーカル&ギター藤原元とギターの増川弘明、ベースの直井義文、ドラムの増秀夫の4人の関係は全く変わっていない。ソングライターの藤原は小学生の頃、アニメ天空の城ラピュタの世界にのめり込み、ハラハラドキドキしながら見ていると、気づいた時にはエンディングだったという。そして映画が終わると同時に寂しさを覚えた。映画を見た後に鏡を見たら、自分はパズーの顔じゃないし、自分が住むのは炭鉱の町みたいなところでもないし、空から女の子は降ってこない。現実はこっちだということに気づいた。それがとにかくすごい絶望だった。そこでパズーやシータがその後にどういう日々を過ごしていくのかを想像した。彼らにはその後の物語がきっと存在する。でも、それを知る術は自分にはない。じゃあ、俺は作る人になればいいんだと思った。そうすれば、この寂しさを感じなくて済む。藤原は、ゲーム音楽やアニメの主題歌が好きになり、マイケル・ジャクソンなどの洋楽にもハマり、オリジナル曲も子供の頃から口をついて歌っていた。音楽を始めたきっかけ。そんな彼の歌は、中学生になっても健在。よく休み時間に歌い、学年でも有名になっていた藤原に、同級生から文化祭でバンドを組むことを持ちかけられた。俺ビートルズやりたいから一緒にやろうぜ。いいね、やろうぜ。メンバーは藤原の他に、直井とマスもいた。文化祭ライブは生徒たちが総立ちになるほど大成功となり、一躍学校のヒーローになる。この感覚に味を占めた3人は、このままバンド活動を続けた。1995年、彼らが高校に入学した後、メンバーに増川が加入し、バンド名をバンプ・オブ・チキンとした。名前の意味は、弱者の反撃。その年、藤原は学校生活に馴染めず、高校を中退。音楽活動を本格化させ、初の作詞作曲、ダニーを書いた。この曲を引っ提げて、翌年、ティーンズ・ミュージック・フェスティバル96で、地区大会優勝。地元で話題のバンドとなる。さらに、夏には今まで英語詞ばかり書いていた藤原が、初めて日本語詞、ガラスのブルースを書き上げた。学校を辞めて、バイトも続かず、自分の存在意識の希少さや、目に映るものをまっすぐ見つめられないもどかしさがあった。そういう、自分の ID となるものを自分で作りたかった。この曲が完成すると同時に彼は、生きていこうと思った。ベクトルや形がいかなるものであっても、時計が動いて呼吸が続く限りは生きていこうって思ったんだよね。この曲でビートブラストインジャパンに出場し、全国大会グランプリに輝く。この頃から千葉県内のライブハウスに出演するようになり、みんなでお金を出し合ってデモテープを制作。50本限定で発売したデモテープは10分で完売し、さらに下北沢ハイラインレコーズで限定発売した1000本のデモテープも完売。当時、インディーズバンドとして異例のことだった。苦悩の時代。しかし、1997年秋、増川と増が大学受験のため、一旦バンド活動を休止。大変だけど、これからもバンド続けてこうな。どうかな。わからない。バンド活動の継続に対して、あやふやな答えを出したメンバーに、藤原と直井は不安になっていった。そんなある日、君、メジャーデビューしないか？他のメンバーはこちらで用意するからバンドは解散してくれ。と、業界人に引き抜きにあった。今のメンバーを切ってデビューすれば売れる。それは間接的に自分や他のメンバーの技量不足という現実を突きつけられたのだった。そして、その時改めて藤原は、バンプオブチキンでいたい。と、メジャーデビューを辞退し、4人でやっていく覚悟を決めた。その後、しっかり勉強を続けたマスは大学に推薦合格。マスカワは遊びすぎて浪人。直井は大検と調理師免許を取得。藤原は上京し音楽活動を続けた。マスカワは浪人後も相変わらず遊び続けていたため、直井は待ちきれず上京し、藤原と同居を始める。しかし、直井が考えていた以上に、バイトをしながらのバンド活動は厳しい生活だった。一方で藤原はバンドの司令塔として動き、ライブのブッキングをしてお客さんを集め、必死に活動を続けていた。いつしかライブには、バンプ・オブ・チキンの噂を書きつけた業界人でいっぱいになっていた。そんな藤原の活動を目の当たりにし、自分の覚悟に疑問を抱いた直井は苦悩する。俺は藤原の足を引っ張ってしまうのではないか。藤原は一人でやった方がいいのではないか。夜中の2時、寝ている藤原を起こし、直井は自分の疑問をぶつけた。すると、その時初めて藤原が以前引き抜きにあったことを話し出したのだった。一人で音楽をやる意味がないんだ。確かに、俺も第一線でできる自信はある。でも、そこには何の輝きも感じられない。俺は、お前らと一緒にやりたいんだ。藤原の気持ちに、直井は号泣し、4人でやっていく覚悟を決めた。ブレイクのきっかけ。下北沢を中心にライブ活動を続けるうちに、メンバー1人当たり月3万円ほどの収入が入るようになった。そして、今までずっとバンプを応援してくれていたレコード会社と相思相愛で、契約を結ぶことになった。2000年にバンドはメジャーデビュー。2001年に発売されたシングル「天体観測」が大ヒットとなり、バンドの知名度は一気に全国区となった。藤原は天体観測の歌詞の中に自分の哲学を込めた。久しぶりに俺のことを歌いてえなって思って、俺がどうだ俺がどうだっていう歌を書きたくて、この時のロック畑としては珍しいくらいストレートなメロディーとストーリー性のある歌詞、それを奏でる楽器の一部のような藤原の声。当時彼らはまだ22歳だった。その後もジュピターやユグドラシルといった名アルバムを作成し続け、サウンドの劇的な進化とアイデンティティを模索する歌詞の進化、色とりどりのメロディーに魅了されたファンが急増し、一躍時代の寵児となった。現在バンド結成から20年以上経った今も、彼らの音楽は10代を引きつけ、幅広い層から支持を得ている。なぜ今もバンプ・オブ・チキンは10代を引きつけるのか。その理由の一つには、ソングライターの藤原基が子供の頃から変わらずに抱き続ける思いがある。自分は漫画にもアニメにもゲームにも一人で触れていたし、そこから得たものは自分一人の宝物だった。音楽もそうでした。ラジオや CD から聞こえてくる声と、1対1の関係性で育ってきた。だから自分が曲を作って歌う時もその感覚が強いんですね。レコーディングのブースで歌っていても、3万人がいるステージで歌っていても、歌う先には明確にあの日の俺みたいなやつがいるんです。見えないものを見ようとして望遠鏡を覗き込んだ天体観測より、彼は今もたくさんの作品に胸を揺さぶられたかつての自分と同じように、リスナーと1対1で向き合おうとしている。今日はここまで。また見に来てね。